こんにちは。こんにちは。こんにちは。今日はですね、あずき初めてのマイクラに挑戦していきたいと思いますので、やったー、イエーイ。何操作かなんでそんなそんな近いクラちゃん近いよ近いですよ。体操服なのね、そらちゃん。そう、そうなの。そらちゃんの、そらちゃんのお尻がすごい、みんなこっちこっち、すごい。あー、すごい。ようこそアンキモハウスへ。アンキモハウスだー。かわいい。かわいいかわいい。わー、すごい。ワンちゃんがいっぱいいる私のお家なんか餌あげてたら増えちゃったんだよあとピアノの鍵盤がある。あ、ほんとだー。すごい、デザイナーの空ですね。まずはちょっとなんか持ってる。 Q ボタン押すね。 Q、はい、これどうぞ。ありがとうございます。剣です。剣をいただきました、ありがとう。夜は危険なんですよねっていう。あ、朝になったから大丈夫だよ。ちょっと待って、じゃあこれあげる。いっぱいもらっちゃうの、ありがとう。後ろ後ろ、うん、ありがとう、いただきました。あ、お腹空いてる。じゃあこれあげる。お腹空いたらこれ。いいの、やった。餌付け。あ、ここら辺にじゃあ作業台置いてみよう。ほうほう、そう、はい。で、あ、じゃあこれ、これあげる。はい、いただきます。もらいました。あ、お、鉄。はい、できました。よし。で、じゃあじゃあいで、はい、ついてきます。こっちこっちこっち、はい。あ、もっと上だ。いけない。ちょっと、政治がうまくいってなくて、こっちから。こっちから上がっていけばいいんですね。わかりました。あ、ちなみにお腹すいたら、私、農場作ってるのね。すごーい、何これ。これ、フレアちゃんかな。お、フレアちゃん。あ、フレアちゃんと鳥。どういうことなんだ。口から何かが出ている。みんなね、口から何か出すのが好きで。ちょっと、トイレ。トイレ、公衆トイレ、どういうこと。トイレ、え、これ誰が使うんだ。これジェットコースターの出口がトイレに繋がってるよ。え、どういうことなの。トイレにボットンされるよアトラクションの一つということでしょうか。そう、アトラクションの出口トイレになっちゃってるだけ。なるほど、わかりました。すごい、とても皆さんアーティスティックですね。ね、で、ほら、ここにハートちゃんとわためちゃんの。かわいい。かわいいよね、みんな作ってるんだ。そしてみんな何か口から出してる。ちなみにみんなにスキン見せたいなってなったら、うん、F5 を押してもらっても大丈夫。 F5 さ、こういう F5 何回か押すとあずきちのね、スキン見れます。できたできた、写真撮りたい。写真あるだけ。こんな感じで F2。そう、F2 で撮れました。寝るか、はい、寝るよ。寝る。右クリックで好きな場所に寝てもらって。あ、スマちゃん隣に寝ちゃおう。いいや。ここペコーラちゃんの。あ、かわいい。みんな口から出てる。大丈夫だよ、口から溶岩出してる。これみこみこちゃんこれ。なるほど。そう、すごい。あとよくわからないけど扉だけある。なんかどこかの世界に繋がってるみたいな感じ。あ、お、大量何これ。すごい、ここライブ会場みたいになってる。そう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 、こっち。あ、ここでじゃあライブできるの。そうそう。すごい、いいな、いいな、ライブしたい、ライブしたい。立っていいの。そらちゃん立って立って。本当にあのステージの上に、ね、うん、イエーイ、こんな感じで、ね、サイリウム振りたい、みたいな。ちょっと待って、そこに、代わりに、そこに、そこに行って、そこに行って、そこに行って。はいよ。はい、チーズ。
ほら、ペンライト振ってるから。体罰で。だってこれ二人で立てるのかな？よいしょ。立てる立てる。こうして。一つでよ。こうしよう。こうして。で、こうか。あーわー！イェーイ！イェーイ！ペンライト代わり。あ、楽しくなってきた。よし。あ、ちなみになんだけど、こうやって高いところから落ちて落ちましたよ。こっちからやれる。怪我しちゃうんだけど、うん、こうやってピュピュピュ気をつけないと怪我しますと。だけど高所でも、うん、こうやって水に落ちれば、ああそういうことね。ダイビングすれば、うん、あとそこら辺敵が湧いてるっても大丈夫なの？あ、水は入っても大丈夫。沈みすぎると、あ、ジャンプでじゃあ上がればいい。これは移動できる。ね、今ぐるぐるいってる、もしかして。え？敵がここら辺に湧いてるかも。あ、なんか不穏な音がしました。ね、多分どっかに敵が湧いてるから、もしかしたら襲われるかも。猫もいっぱい。ほら、あそこに、あ、猫なんか、オブジェ作り途中かな。あ、すごい。あ、なんかグーグー。ここなんかお花畑とか。お花いっぱい。ほんとだ。ここ花畑。きれい。きれいだよね。あ、あそこ、海賊船がある。すごーい。ひゃー、え？船長ですか？え？そうそうそう。あれ、そらちゃんどこ行った？海賊船。あ、あ。あ、こっちか、こっちか。ここよ。はい。ここよ。こっから絶景見れる。あ、すごい。あ、キュッてね。夜だからもう、いてもおかしくない。まあ、剣持ってるから大丈夫。戦えばいいと。なるほど。そう。戦う。登りましょう。え？なにこれ？え？いなくなったんだけど。え？あ、上に行っただけよ。え、ここに行けばいいの？上がっておいで。わー、すごーい！なになになに？わわわわわ。え？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 ベッドで寝よう！え？どこ来た？待って。あれ？あれ？はぐれた。え、なんか別のとこ行っちゃった。こっち？はぐれた、そらちゃんと。どうしよう。あ、いた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 。神社に戻ってきた。で、ここのベッドは壊さなければ、次やられた時私の部屋に帰ってくることになるから。うんうんうん。あ、ここに帰ってくる。そう、ベッドを持ち歩いて。ゼロ距離だった。びっくりしたよ。わー、ちょ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 。戦えばいいの？装備してからね。石、あー！何をするんだ！この野郎。ちょ。この野郎、この野郎。装備してる間に。あ、私剣持ってないって。ちょっと待って、剣が。倒しました。シャベルでいっか。あ、早っ。ガッチガッチ。後ろ向いてる。後ろ向いてる。あ、ダメだ。難しいな。どこ見てるの？待って。どうなってんだ。よいしょ。はい。はい。はい、はい、チーズ。イエーイ。じゃあ今日はこのあたりで終わりにしたいと思います。はい。そらちゃんありがとうね、そら先生。今日はいろいろと勉強になりました。わかったかな？わかったかな？とっても勉強になりました。やったー！あー！バイバーイ！